吉田正尚、16戦連続安打の後は2試合連続快音なし、打率は2割9分8厘と3割切る。ブレイブス2対5レッドソックス、10日日本時間11日、ブルーイーストパーク、前日16試合連続安打がストップしたレッドソックス吉田正尚外野手29は、4番 DH でスタメン出場。4打数無安打と2試合連続無安打に終わった。第1打席から1ゴロ、3飛、空振り三振、空振り三振。打率は2割9分8厘。試合はレッドソックスが競り勝った。だから、ワイはあれだけ言ったのに、確変やって。ナンジーミンの手首はボロボロ。回りまくってるのはナンジーミンの手首じゃなくて吉田のバットだろ。ナンジーミンが三振しないと騒ぐから三振しまくり出したやんけ。最初に言い出したのが MLB 公式だぞ。ナンジーに押し付けるなよ。ここ数試合空振り一つもないから吉田は首位打者狙える。翌日から三振しまくる。聖夜そっくりこの感じ。マイライフみたいに難易度調整やったんやろ。意外と不調入ると長いな。聖夜が打ち始めたら吉田が打てなくなる。うまくいかないもんだね。大谷は打者のタイプが違うから勝つわい。ここ2日で3分くらい打率落としてない？簡単に落ちるから一喜一憂。ゴロ、ポップフライ、三振、三振、これは普通に内容が最悪だな。四球選べなくなってきてるから一気に落ちたな。ナンジーミンが褒めるとろくなことにならない。2日前は打率、320あって5月中くらいは3割キープできそうと思ってたこともあったが、落ちるときはあっという間やね。今日ストレート1球しか投げてもらえてないじゃん。変化球に弱いのがバレたね。割とマジでもう対策されたの？試合見てた人変化教えて。露骨に変化球攻めになったよ。まあストレートに山張って打ってるだけだったから。2日連続10タコで三振しまくりや、同じ4でも吉田は空振りで大谷はホームラン、技術が違いすぎやわ。大谷を 2.5、打者 0.8、投手 1.7、吉田を 0.5、すまん、大谷超えたって何やったん？吉田はアベレージヒッターで大谷はパワーヒッターなんだから比べること自体ナンセンス。吉田なら変化球にも対応できるからまた上げてくるやろ。いたちごっこ解体ショーの始まりや。こういうの見ると結局対策され続けても10年換算割打った一郎すげーってなってまうわ。空振りなしとかで閉じるから1年通していい成績ならええねん。ずっと調子良いなんてことはないし長い目で見ましょうや。対応して対応されての繰り返しやろ。 MLB は対策と順応の繰り返しや。対策された後にそれをどう対策していくかの繰り返しがメジャーリーグなんやなって。春だけ打つ福留タイプかもしれんやろ。2試合ヒットが出ないだけで俺たち疑っちまうよ。早く不安を解消してくれ。スーパー吉田タイムはすごかったな。スライダーとカッターが全然打てないのバレて変化球攻め、去年の聖夜が通った道や、データ取ったら苦手な球種とコースで攻める、これの繰り返しやね。手のひら返しが忙しい選手になりそうやね。忙しくなってくれるなら御の字やな。対策されてからが本番やろ。秋山とか筒香なんて対策すらされてなさそう。調子の波がまるでジェットコースター。高評価とチャンネル登録でやる気が上がります。ぜひよろしくお願いします。こんな動画が見たい、リクエストも気軽にコメントください。